ライプツヒ級コルベットは、ドイツ帝国海軍の規範層コルベットの艦級。一番艦ライプツヒは、もともとは寄贈艦であった、全級の三番艦、トゥスネルダとして寄港されたが、建造途中の1871年1872年度海軍計画において、船体材料を鉄製とし、それにより、艦型を大型化できた全くの別の艦級として、 解明されて建造されたのが本級である。従来のドイツ海軍のコルベットは木造なために森林資源の豊かな断地費造船所製であったが、本級は鉄骨を使用するためにフル間社造船所に発注された。船体の基本形状は艦首水面下に昇格を持つ船体に3本のバーク式マストと中央部に搬送時には伸縮する一本煙突を持つ。 当時の一般的な蒸気船の形態である。生存性確保のために、船体は7つの水密区画に分かれ、機関区の底は二重底となっていた。修理ドックの少ない海外で使用するために、水面下には腐食や汚れのつきにくい銅板が貼られた。本館の外観の特徴として、艦首船首郎と、管備看板状に手法として17センチメートル単素法を1機ずつ。 計2機を配置、原則の訪問部に、複方の 17cm 単装砲を、片言5機ずつ、計10機を配置された。竣工後に近接火器として落ちキス車の 3.7cm、5連装回転式機砲4機と 35cm、巨雷発射艦を単装で4機を搭載した。世界の感染増艦第60週同一巡洋監視。ありがとうございます。